まあ、そんなわけですからね、あの人が一番うまくてこの人が二番目ってことはあんまりないんですよね。ある話ではこの人はすごく面白いし、ある話ではこの人は面白いんですよ。だから本当は勝ち負けつけることは難しいし、順位はないんだろうけれども、でもお若い人が話をするときに皆さんこう一歩でも自分がこう先にいたいという気持ちがあるでしょうから、今回はちょっと自分の勝ちかなとかね、今回譲ったかな、それもまたいいんじゃないですか。階段どう楽しもうと、階段なんですから、楽しんでみてください。